おはようございます。こんにちは。こんばんは。綱吹洋二です。え、ニュースフィアって何？第4回現象としての人間、その2を始めますけども。 前回申し上げましたように、えっ、ー、と、現象としての人間は1回で扱うつもりだったんですが、話が長くなってしまったので2分割かなっていうことで2つに分けて、えー、今編集してるんですけども、もしかしたら3分割になるかもと思いながら、えー、今編集をしております。えー、前回からの続きです。よろしくお願いします。で、いよいよ地球化の第一歩、精神圏の話。 に行きます。まあ、僕たちはもうすでに精神権作り始めてます。その精神研ヌースフィアですよね。ヌースフィアっていうのが一体。どういうことか？っていうのをまあ、ティアルド。シャルダンはこの現象としての人間の中で。まあ。世界で初めてこんなことを。書いたわけですね。地質学者は久しい前から。 地球内部の層の蘇生を認めるという点で意見の一致を見ている地球の中心部をなす金属製の層を重力圏その周りを取り巻く岩石の層を岩石圏その上の流動的な層を水性圏そして大気圏という名がすでにつけられている科学においてはこの4つの重層上の圏の他に でこの4つの重層上の件を、まあ、前回前、前回ではあのこの YouTube ではあのフィジオスフィアっていうじあの物理圏っていう名前にまとめてありますけどここではそれを4つに分解してますね。でこの4つの重層上の件の他に地質学者シュウエースっていうんですかね以来の地球上の動植物の被覆によって 形成される生物の膜、本書ではしばしば生物圏と呼んでいる、バイオスフィアですね、生物圏と呼んでいる、を付け加えるのが常であるが、これは正当である。これは正しいことですと。で、生物圏は他の諸圏、他の、えー、っと、 バイオスフィア以外のさっき言った4つの剣と同じように明らかに普遍的な被覆であり地球を覆いめ巡ってるものでありしかも他の剣より一層はっきりと個別化しているというのはそれは多少とも漠然とした集合体を表すのではなくてひとまとまりになった小部分すなわち広げてまっすぐに立ててみると 生命の木の輪郭を描く遺伝関係の組織そのものを形作るからである。ここでん、まだこの時代ではよく理解されてなかったことを示唆されています。その示唆は何かというと、この生命の木の輪郭を描く遺伝関係の組織そのものを形作るからである形作る。 ルーが重なっちゃってるね。ごめんなさいね。形作るからであるっていうことに関して。えっと、フィジオスフィア、バイオスフィア、ヌースフィアには、えー、それぞれが、フィジオスフィア、バイオスフィア、ヌースフィアはそれぞれホロンの関係になっています。でホロンの関係になっている、そのホロン的に複製を作る、その 大元は何かというと、バイオスフィアのにとっての複製紙は遺伝子です。遺伝子がたくさんこう複雑に、うん、発展することによっていろんな生物ができました。いろんな生物ができることによってバイオスフィアが形づ作られていますよね。とでそれは えっと、環境ができたからそういう遺伝子ができたっていうのも言えるけどもそういう遺伝子があるからそういう関係ができたとも言えるしそれはあの鶏と卵の関係のようにどっちがどっちだか僕たちにはよくわからないっていうかどっちを先っていうのはナンセンスというかなんちゅうのかなって感じなわけですね。でそののななんちゅううかなっていう状態は 多次元的な思考を持ってそれを考えなないい限りは、そそこが理解できないんできすね。でその多次元的思考って話をずっと先にもしますけどもそのずっと手前でその今遺伝子の話生命の木の輪郭を描く遺伝関係の組織って話が出てきましたがつまりバイオスフィアは遺伝子が複雑に発展してる結果それが見えてますよねってことなんです。 そしてもっと言っちゃうと、今度逆に先のヌースフィアはヌースフィアの中に豊かにある複製詞、それはあの言語です。言語という複製詞。それはジーンとミームで言えばミームなんだけども、まあ、同じ複製詞ってくくりで見てみます、僕の場合は。その言語っていう複製詞によってヌースフィアが広がっている。その 何て言うかな。ニュアンスをここに感じることができる。その現象としての人間の。で、それが一体何になるかっていうのを、まあ、この先で話していかなきゃならないですね。で、この現象としての人間の話に戻ります。文章を読む。進化の歴史の中で思考力の発生を見た新しい時代を認め、これを分離させたなら、 それに関連して地球の層のいかめしい重なりの中で思考作用と釣り合いの取れた支柱つまりもう一つの剣を区別せざるを得なくなる。よいよです。バイオスフィアからムースフィアへ。最初の思考する意識の火花の周りから火の剣が広がる。発火点は大きくなる。火は次から次へと燃え広まる。 ついに白熱が地球全体を覆うその大現象にふさわしい独自の解釈独自の名称が必要であるそれは口述するように先行する全ての層と同じぐらい広い範囲に及びながらそれよりもはるかに一貫性を持つまさしく新しい層思考する層であるでここでもう一つ まあこれ、思考する層がヌースピアなわけですけども、ここで母ハハと思うのは、この思考する意識の層を火花であるって表現してることなんですね。で、この初めて読んだとき、なんでこれ火花なんだろうって、まあ、確かに燃え広がるようにはなってくけどねっていう程度にしか僕理解してなかったんだけども、この発火点が大きくなるっていうのは、 実は魔術の話につながるんですね人間のその知性の広がりを火に例えてる話がたくさん出てくるんです、魔術の中に。でそれは多分、キリスト教のカトリックの秘境の中にもあったんじゃないかなって僕は、これは僕の勝手の想像だけども、勝手に想像します。でそれをティアルド・シャルダンはきっとそのことを理解してたんじゃないかなと思う。 だからこそ、当時の,そのカトリックは、この話あんまり大っぴらに広げるわけにはいかなかったんじゃないかな。これが、まあ、進化のことを言えないってこともそうだけども、このニュアンス、そしてこれは当時、秘教でしたで。秘教っていうのは、ある時代においては守らなきゃいけないものかもしれないんですよ。今の僕たちは何でもかんでも、あの 秘密をオープンにしましょうっていうふうに生きてますけども時代によってはそれはあの何でもかんでもオープンにしちゃうと社会がぐちゃぐちゃになってしまうわけですよ。で僕たち今その社会が今このように豊かになってきたのは階層を積み上げてきたからなわけですねれん歴史とともに。 その歴史とともに階層を積み上げたからこういうようなことを理解できるようにもなりました。そして今もその階層があるからこそ理解できるようになったっていうその階層を、まあ、例えば下手にあの革命とかを起こしてしまうと階層全部壊してしまうのでもったいないことになっちゃうと思うんですね。だから僕は今の時代革命を起こすのって どうかなと思うんです。なぜなら、かなり自由にその知,知,知識が入るようになってるから、深い理解をした人は、革命、そんなに賛成しないと思います。ただ、革命的なことをしなければならないなとは思います。言ってることわかるかな要は、革命の暴力部分は外さなきゃなんない。だけども、革新はしなきゃなんない。新しいことはしなきゃなんない。 それをどのようにやっていくかっていうのはかつての階層をあまりにも守っている人たちにとっては難しいことになるんですよね。だけどもそのかつての階層を守ってくれる人がいるからこそ今の社会がちゃんとした社会であるっていうのも一面にあるわけです。そのどういうバランスでこの殻を破れるかちょっと前にそのカニの脱皮の話しましたけども。 言ってみれば僕たちはカニの脱皮のようなことをしなきゃなんないわけですよね社会的にでそれをカニの脱皮じゃなくて人間の成長のように神経系だけきちんと伸ばしてあの外面はいくらあの成長しても平気なようにするためにはその構造を作るための何かを今しなきゃいけないと思うんですで多分その今僕たちは片付にいるわけだからこのヌースフィアって のの概念っていうのは今僕たちがきちんと知って学んで,でいろんな人があでもないこうでもない言ってで先に進むための,あの1930年代っていう古い時代の基礎ですけどもここにいろんな新しいものちゃんと加えた上でもう一度考え直さなきゃいけないことだと思ってます。それれをきちんと考えられる人が たくさん増えてほしいと僕は思っています。で、次の話にしますね。で、その層は第3期末に芽生えて、当時から動植物の情報に展開する。それは生物圏の外で、また生物圏を越えて展開される精神の圏、ヌスフィアである。なので、1回目、2回目聞いた人はヌスフィアって簡単だなと思ったと思うんですけども、 ここまで来てやっと、ああ、ヌースフィアを理解するっていうのは、そんなに簡単なことじゃないんだっていうのが理解してもらったんだと思いますし、あと、これを深く理解してる人が政治家だとか、または哲学者だとか、もちろん、まあ、哲学をやってる人は、このぐらいのことはすぐは理解すると思いますが、で、その社会を何か新しいものに刷新しようと思ってる人には、 この考え方は必須だと思うんですね。こういうものの見方をしないと、僕たちはその先に行けない、あの、下手をしたら、全文明をぐしゃっと潰してしまいます。そのぐしゃっと潰さないための準備を今しないと、この十数年か数十年かよう分かりませんけども、 核兵器がどうのとか言い始めましたよねそれによってとんでもないことになるかもしれない。今までそのかつての文明、あの古い超古代文明の話をする人が時々いますけども、超古代文明が本当にあったかどうか僕は知りませんが、あったとしても不思議ではないかなと。でそれを何回も繰り返して、やっとここまで来ました。でこの本当に 白氷、薄い氷を踏むようにしてすん進んできた人類が、今の足元の薄い氷を踏み破ってはいけない。氷が氷切るまで待つのか、それとも氷をまたいで先に進むのか、うん、どうするのかよくわかりませんけども、多くの人がそれに気づいて、そして、 まあこの後に、愛するって何って話になっていくんですけども、その愛の多次元の工事の意識を持った、工事の人格を持った何者かが生み出せる愛を持って物事を進めていかないととんでもないことになります。で、喜ぶべきことは、僕たちがそういう 工事の人格を持つ、工事の人格が持つ愛を知るべきチャンスを持ててるということが喜ぶべきこと。そして、悲しむべきことは、それを正しく持ってる人が果たしてたくさんいるのかどうかということです。もしかしたらたくさんいるかもしれない。そして、もしたくさんいるなら、その人がきちんと 歩みを進めてほしいです。きっと理解している人は、この世界にいると思う。そして、それは、社会の動きとしてまだあまり見えてない。ヨーロッパの方ではあるのかもしれないですよね。けども、それが暴力とないまぜになるのが、すごく危なっかしい、暴力とないまぜにならずに、 きちんと理知的に表現できる人がたくさん生まれてほしいと僕は思ってます。次行きます。ここで生物界における全ての分類また間接的には物質界の全ての構造をすっかり狂わせてしまう不均衡が突然現れてくるが生物界では 人も理論的には新しい族もしくは家に過ぎないとされているそれは宇宙現象の全体を変形させ優位の地位から退ける遠近法上の過ちなのである、うん、今その僕が言ったような新しい考え方工事の人格がもたらす愛なんてスピリチュアルな人はそういう話し始めてますよね でそれをきちんと理解する人がどのくらいいるかですよ。あの言葉だけで上滑りし合いがちでありますよね、今のところ。それを言葉の上であの上滑りするんじゃなくて、きちんと深いところまで理解する人がたくさん出てきてほしい。深いところまで理解するっていうのはどういうことかというと、誰かの言葉を捉えてそのまま繰り返すんじゃなくて、その人その人の立場によって、 生きてる時間によって場所によってその人の立ってるマトリックスによって言葉変えないとそれ工事な話できないんですよ僕たちはその自分の寄って立つマトリックスがどこにあるかをきちんと理解した上で何かを言うそれができる人がたくさん出てほしいですでその人がたくさんできることによって マトリックスのずれたところにポコッとその話しても全く的外れになってしまうわけですよね。その的外れでネット上ではなんか炎上しちゃったりするわけですけども、その的外れであるっていうことがいかにナンセンスであるかっていうことを多くの人が理解し、今ネット上でその学びを僕たちはしてるんですね、きっと。ネットが炎上するためにマトリックスが違うのに騒ぐっていう。それをしっかり学んだ上で、 自分の立つ立場から、時間から、時空から、何を表現するかっていうのが表現できる、そういう人がたくさん現れてほしと思ってます。で、それは、まあ、僕たちから見ると、地球に生きてる人間一人、僕は砂渕洋子です、一人の個人でしかないけども、 それはいろんな人に伝わることによってそして伝わった結果その人たちが何かを起こすことによって地球日本を変えるだろうし地球を変えるだろうしそれは宇宙将来的に宇宙に人間が出てきますから宇宙全体も変えていくそのきっかけになるでしょうと。でそれは今のところ僕たちが 近視眼的でしかないから地球の上にしか視点がないからあの遠近法としては自分の目の前のことしか見えないこの本の冒頭に、えー、僕たちが宇宙の素材でできてるというふうに伝えられたのはきっとこのことを伝えるための前提になっていたのでしょう僕たちの視点はいつも目の前にしかない でも僕たちが見るべきは、目の前も見るべき、ちょっと離れたとこも見るべき、そして宇宙も見るべきなんです。そこが偏近往生の過ちなんでしょうね。次いきます。人自然の中で真実な位置に着かせるには、系統学の枠の中に追加の説を設けるだけでは十分ではない。木や分子を設けても不十分である。 人間化によって解剖学的な急変は微々たるものであるにもかかわらず、新しい時代が始まる。地球は脱皮する。もっと正確に言えば、地球は自己の魂を見出すのである。まあ、今までの話が理解できてる人は、これはすごくストレートに来ますよね。次行きます。はい、それで、この第三部思考力。 第三章、近代の地球の中、一、進化の発見、に行動の問題とありますけども、ここも、うん、細かく分かれてるので、そこを紹介しますね。第三部、思考力。で、第三章、近代の地球。で、その項目、最初の項目は一、進化の発見なんですけども、進化の発見が始まる前に、 近代の地球としてその項目とは別に全体の説明のようにして時代の変遷というのが出てきます。で、次いい、1項目目の進化の発見。で、そのまた中に ABC と分岐があり、C の中にまた3つ分かれた部分があって、このようにせに入り、うん、サイに入り、丁寧にここ、ま、細かく説明してますが、ちょっといろいろはります。で、2、行動の問題。 近代人の不安、未来が要求するもの、板挟みと選択っていうふうにありますね。で、次に読むのは、<laughs> 四次元的時空の知覚を読みます。人間の知識のすべての分野は相次いでぐらつき、何らかの生成発展の研究に向かう同一の停留に押し流されている。進化というものは一つの理論なのか、 それとも一つの体系か、それとも一つの仮説か。そうではない。それ以上のもの、すべての理,理論、すべての仮説、すべての体系を考察することを可能にし、そして真実ならしめるためには、それが従い満足を与えねばならない一般的条件である。すべての事実を照らし出す光、すべての線が線が 従うはずの曲線、それが進化なのである。我々の頭の中には、この1世紀半以来、思考力が第一歩を踏み出してから、おそらくこれまで歴史に書き留められた最も驚くべき出来事が実現されつつある、すなわち意識が新しい次元の段階に決定的に接近していること。 外部の線もひだも変わらないまま内部の素材の変化だけによって全く一新された宇宙が発生していることである。ちょっと戻りましょうか。ですのでこの1930年の三十年代の後半にすで,すでに知識のすべての分野を相次いでぐらついていたわけなんでしょうけどもそのぐらつきが今もうさらに大きくなってますよねと。 で、そのぐらつきが大きくなって、ついに脱皮する、そういう時代に今なってるんだなと感じませんか、皆さんも。で、その生成発展の研究に向かう同一の停留に押し流されて、1930年の後半から今までずっと。で、その、 押しし流流されれている大きな流れの一つが進化でしょうと。で、そういうふうに見えるけどもでも進化が問題なのではなくそれ以上のものでその進化の理論ではなくて僕たち人間人類が今まで構築してきた全ての理論全ての仮説全ての体系を 考察することを可能にし、そして真実ならしめるためには、それらが従い満足を与えねばならない一般的条件である。要は僕たちが今まで、うん、積み上げてきた、あらゆる宗教もね、哲学もね、ただ悪いものでしたって言って、プンって投げるのではなく、 なぜその当時にそのように考えざるを得なかったかを考えた上で今きちんと何かを見るそれが大切よってことです例えば僕たちコンピューターすごく楽に使ってますよねでもコンピューターの出だしって、まあ、第二次世界大戦の頃にあのー 原爆の計算をするのがものすごく難しかったわけです。そのために何十人という計算士とかいう計算だけする人を集めて、いっぺんにあの計算しろ、この計算しろってやってコンピューターの代わりにしたらしいんですけども、その時代にコンピューターを開発した人がいて、それがあの発展して今のコンピューターになってるわけですよね。で その当時、あの、コンピューターが出てきた頃の理論というのは、今の僕は全然知りません。全くわからない。だから、コンピューターを使うことはできるけども、コンピュータ、ー今の時代、再生してください。もう一回、このコンピューターと同じもの作ってくださいって言われても、ちょっとそっとじゃ同じもの作れないですよね。いろんな知恵がここに含まれている。例えばですよ、あの、コンピューターの、 最近のコンピューター硬いアルミでできてますけどもその高度なアルミってどうやって作るのってところからすごく難しいわけですよ。ね。でそういうもうたった一人では集積できない知恵がもう山のように集まってきてでそれをお互いに簡単に扱えるような言語を使ってやり取りしてるからこれだけのものができるんであってそれを全部一人の人間が知って作りましょうって。 らとんで同様に地球が集積してきた生命の知恵生命がどのようにして生まれてきたかっていうのもたった一人の知恵でどうにかなるもんじゃないっていうのは、うん、理解できますよね同じようにもしかしたらそれは人類がどんなに頑張ってコンピューター作っても今の状態のコンピューターでは僕には無理だと思うんですこの話全部理解すれば。 だけどもそういうことを成し遂げるかもしれない入り口ぐらいにはいますよねって話ですよねこれは。で後半全ての事実を照らし出す光全ての線が従うがはずの曲線それが進化なのであるその進化っていう考え方を持つことによって、まあ、それは科学っていう言葉にも置き換えられることだと思うんですけども 莫大な知恵を持つことになるぞとでその進化としか言いようがないからこう進化になってるけどもそれはホロンの考え方ももちろんだしでその結果生まれてくるもうあれもこれも全ての人間の知恵相対がここでいう進化っていう言葉に変わってるんではないかと僕は思います。 で、我々の頭の中にはこの1世紀以来思考力が第一歩を踏み出してからおそらくこれまで正規史に書き留められた最も驚くべき出来事が実現されつつある実現されてますよね僕たちの目の前に今 YouTube でこんな映像を見てますけどもこの仕組みどうやって作ったのよって説明できる人がどこにもいないと思うたった一人では一人で全部1から10までずーっと説明する人います まあいたら素晴らしいなってことですけども、あのそれはしようがないと思う。どんな言葉を重ねても、今目の前にあるコンピューター1台作れない。で、それを組み合わせる術を僕たちが持ってるってことがすごいことなわけですよ。で、それが意識が新しい次元に達したっていうことの一つの表現。だけども、それはもっとさらに進まなければならないよね。 とということですすなわち意識が新しい次元の段階に決定的に接近していること外部の線もひだも変わらないまま内部の素材の変化だけによって全く一新された宇宙が発生していることである。僕は最近の,あのスピリチュアルな人々とあの多次元な話をするのがものすごくすごいなって思ってます。でそれを 正しく説明できる人がどれほどいるのかはわからないけどもそれを正しく説明するきっかけを僕は作りたいと思ってこの話し始めましたでまあ説明足りないとかある場合にはそれを誰かに補ってほしいなと思ってますでまあ次いきますねで第三部思考力第三章近代の地球の2 行動の問題の中にある B 未来が要求するもの <laughs> もしも進歩が神話であるならつまりもしも仕事にかかる前に何の役に立つのかと我々が言うようなことがあるなら我々の努力は低下するとともに進化全体を停止させることになるなぜなら我々自身が進化だからであるあのー 引きこもりの若い人がたくさんいるって話を時々聞ききますよね。で僕、引きこもりの人がネットに夢中だって話があるでしょでなんでネットに夢中になるのかっていうことの全ての人がそうではないかもしれないけども一つの答えがこれなんじゃないかなと思ってるんですね。今の、うん、社会の状況社会の仕組みは僕たちの意識があまりにも進んでしまったために 何の役に立つのこれはって多くの若い人が思ってんじゃないかなって僕は感じるんです。で、だから結果として動きが取れない、やる気が出ない。進化全体を停止させるのではなく、僕たちは進めなきゃいけないですよね。で、その進めるためにはこもってしまった その引きこもりの人たちがなぜ引きこもってるのかっていうのを明確にしてそれをぶち破ってくれない限りは次のステージいけないんじゃないかなと思ってます。ですので「ああ僕は引きこもりだな」って言ってこれを聞いてる人がもしいたらぜひそこをぶち破ってこのもう1930年代の後半にあった知恵を発展させてください。 それがあなたにはできるかもしれない。さて次です。次は、工事の生命。この第4部の工事の生命も細かく分かれているので、そこを抜き出しました。こんな風になってます。でこれから読むのは、うん第4部、工事の生命、第1章、人類集団の未来。 初めに避けねばならぬ袋こじ「袋孤児孤立」という部分に書かれている文章です。本質的な現象つまり思考する粒子の自然な合流を無視する個人の孤立あるいは集団の孤立は我々に対して精神圏の本当の輪郭を隠すか歪めるかするようになるしまた真実な地球の精神の形成を生物学的に妨げるようになる。 この限りにおいて、この二つの傾向はどちらも間違っており、我々を欺くということである。まあ、現代どんどん効率化が進んでますよね。それは間違いだと。もう1930年後半に言ってるティアルド・シャルダンですね。で、次。今度そのはじめにから、一思考力の合流の 大合成の文章を紹介しますねなぜ世界の中に統一力が必要なのかまたそれは何の役に立つのかこの最後の問いに対する回答をはっきりさせるためには世界の中に人間という現象を位置づけようとした最初の時から次第に確立されてきた次の2つの方程式を結びつけてみれば十分である。 進化イコール意識の上昇意識の上昇イ,カイコール結合の効果で文章ちょっと途中を省いて先行きますね自己本位に命名が自分のことだけ構っていればいいという極端に走ることを辞さない人々のための未来という自己中心的な理想は間違っているし自然の断りに背いている いかなる分子も他のすべての分子,分子とともに、また他のすべての分子によってのみ動き、そして成長するというべきだろう。生命の木の樹液全体を一本の枝だ,けに枝,枝だけのために集め、他の枝の死の犠牲の上に立つ民族主義者の理想は誤っているし、自然の断りに背いている。 太陽に向かって伸び上がるためには、まさに木の枝全体の成長が必要なのである。まあ、当時はナチスがあの広がっていた頃ですからね、これを、なんていうんですかね、み骨身に感じていたのかもしれないですね、ティアールド・シャルダンは。世界の出口、未来の扉、超人間への入り口、これらは、 幾人かの特権者やあらゆる民族の中から選ばれた唯一の民族だけに開けているのではないそれらは万人の圧力に対してすなわち全人類が地球の精神的革新において一致団結し完成されるような方向に対してのみ道を開けるのであるついでその精神的革新の概略を明確にし 具体的な実在度について観察したいと思う。はい、で僕これ初めて読んだ時にはうーんよく分かってなかったので全人類が地球の精神的革新において一致で団結し完成されるような方向に対してのみ道を開けるのであるっていうことの深い意味がよく分かんなかったですね。 みんな同じこと考えなきゃいけないのかとかみんなと同じことをするのかってそれまでにそういう機械のようなことになるわけじゃないよって何回もティアールズ・シャルダンは書いてるんですけどもでもこの一文だけ読むとんまるで機械のようかとかっていうふうに思ってしまいましたが全体を何回も読むとそれはそういうことではなく、まあ、この本を読んだだけではちょっと理解できないいろんなことを理解した上でここに戻ってくるとはなるほどって。 思いました僕は。で、まあうん、まあそのそ続きにいきますけどもこの「現象としての人間」に書かれていることはまずその1930年代の後半にこの本が出来上がり。 1947年ぐらいにそのカトリックの司祭たちにこれを出版したいと相談したけど断られ、んで、結局、本人が死んだ後、友人たちが出版してくれるんですね、この本を。なのでうーん、その時代背景をよく知らないと間違った解釈になってしまうので、ちょっとこの本を読むのには注意が必要ですね。 で、えっと、ゆくゆくこの本に書ききれてない部分を僕はあの補っていこうと思います。この「ヌスフィアって何?」っていう YouTube を通して。で次いきますね。えー、っと2、地球の精神の C、人間物資の一体化ってとこに行きます。 我々は一種の超意識に相当する調和の取れた意識群の集団に直面する。地球は無数の思考する粒子に覆われるだけでなく、単一の思考する外皮に取り,か取り巻かれ、機能という点から見て、ついには構成の規模を持った一個の思考する巨大な粒子になってしまう。個々の 思考力はすべてを一体化する単一の思考行為の中に結集されその中で強化されるこれが過去との類推と対象によって人類の未来を科学的に表現しようとする場合に得られる外観であるこのような人類の姿以外には我々の行動の現実的な要求に対していかなる出口も 地上に開けていないちょっと飛ばします中略でねでその先習慣を変えないで済まそうとして国境の調整によって国際紛争を片付けようと努めてもあるいは利用されうる人類の能力を心を紛らすための余暇に使おうと努めても無駄であるこの調子が続いていくなら つまり今後とも世界の大きさに応じて用意される物質的精神的エネルギーを古いあばら屋の維持のためにあくまで使い果たそうとしていれば我々はすぐに押し合いへし合いするようになり何者かが爆発するようになるだろうこれがまさに今起きてることなんじゃないかなと僕は感じています歴史が繰り返されてしまうのもこのことなんだろうなと つまり、えっと、今見えている国境の調整だとか、えっと、まあ、社会的な、政治的な調整だとかを、かつてあった人間の文化と同じようなパターンで繰り返そうとしても、全く意味がないと。同じような戦争が続いてしまうだけだと。で、この、もう、ティアールド・シャルダンは1930年代の後半に、 そこから工事の人格を生み出すよって、この時から言い続けて、いまだにうまくいってないってことなんですね。で、その工事の人格について、まあ、これから見ていくわけですけども、もしそれをしなければ、何者かが爆発するようになるだろうって、まさに、ね、核爆弾が爆発しちゃうかもしれないですよね。それが起こらないように、僕たちはきちんと、その、 人間のの意識の価値それが地球の精神とどうつながるかそしてそれがその個人の意識だけじゃなくて人類全体の意識として、えー、とどのように見るべきなのかそういうことに関してきちんと理解してないと間違った方向にいくかもしれないのでそういうことのないようにああこのティアル・ド・シャルダンの言葉をかみしめたいと思います。 で精神的膨張の新しい分野それが我々に欠けているしかしそれは目を上げさえすれば我々の前に見えるのだ精神的膨張っていうのは新しい工事の次元をきちんと見渡すってことでしょうねでそれが今欠けているけども1930年代からもうこの2020何年まで欠けてるわけですよそれを30 1930年代の後半でもう目を上げれば見えるよって言ってるのに <laughs> まあ多くの人はそれを見なかったんでしょうねその間にいた多くの人がそれ見えてたって人ももちろんいると思いますよその人は何かをしたはずですだけどそれが正しく多くの人に理解してもらえなかったんじゃないかなと僕は思います平和的な征服喜びのある労働が 他の国の主権に対抗して建てられるすべての国の主権を超えたところで世界の内的な統合において地球の精神を全人類が一致して建設しようとする行為において我々を待っているしかし今はなぜその大きな目標への最初の努力がむしろ目標から遠ざかるという結果にしかならないように思われるのだろうか まあこの言葉をただ平和な征服っていう言葉を聞いただけでも征服って言葉があるから平和的な征服ってピンとこないですよね。それに喜びのある労働っていうのもなんか労働は今はお金が主でしょうがないから働いてで、まあ、結果得たお金で何て言うかな余暇、まあ、を得るみたいなねそういうものの見方ですよね。そうではない。 働くこと自体が喜びであるっていうふうに思えるような価値観があるかどうかで他の国の主権に対抗して建てられる全ての国の主権というのは言ってみればあのまあ今で言えば国連のような全世界の組織なんでしょうねその価値観が平和的な征服を成し遂げ 喜びのある労働の価値観を持っていたとしても世界の内的な統合において、えー、っと地球の精神を全人類が一致して建築しようとする行為において我々を待っているっていうのはすごく分かりにくい話ですけども僕なりに、えー、解釈すると地球の精神と個人の精神っていうのは つながるというわけではなく個人の精神は地球の精神の一部なわけですよね。今もそうだけど。だけどもそれを延長していくと世界的な何者かを生み出すようなすごい大きな英知になるでしょうと。その英知は他の人を殺すようなことはない。他の人を踏みつけにするようなことのない。 人権をそれぞれの人の権利を認めたようなそういう知恵がきっと生まれるでしょうそしてその知恵を生まれるように僕たちが何者かを作っていかなければならないとそういうことを言ってるんじゃないかなと思いますしかし今はなぜその大きな目標への最初の努力がむしろ目標から遠ざかるという結果にしかならないように思われるのだろうかというのは工事の事件 工事の人格ではなく目の前のことにしか目のいかない人間が、うん、地球全体のことを考えているよというようなことを言って無理に何かをしようとするとまあ問題になるんでしょうねということですねでその工事の、うん、人格っていうのが一体どういうものかそれに深く えー、考えを至ってそれを実践できるような人が現れない限りうまくいかないでしょうということなんだろうと僕は思います。で、えー、これがほぼ終わりになってくるわけですけども大四ブ工事の生命の愛エネルギーってところがあるんですね。でここが、うんまあ、難しいというか。 なんかな伝えなければいけないことがたくさんあるんですね。でまあ文章は文章で理解できるかもしれないですけどもその文章を理解する前提がなかなかこの時代この時代いうのは1930年代後半のティアールド・シャルダンには書ききれなかった部分があるなと僕は感じます。なぜななぜららそういういい概念がないから でその概念を今持ちつつある今の現代の僕たちはインターネットが出来上がったりとか他にも SNS があるとかでその概念をきちんと解釈する時代になってこれを再読して再読この本をきちんと読んで言いたかったことをこう今の時代なりにここまで読めるねっていうことを知らない限りはうまくいかないんだろうなと思います。 今ウクライナの問題とかねワクチンの問題とかねそういうのが全てここに凝縮されてると思うでその話をしてで、まあ、最後オメガ点の特質っていくんですけどもそのオメガ点はその愛のエネルギーがどういうものかっていうのを理解した上で見るのとその前にただ文章だけ接するのとではちょっと違うと思うのでまずは今回 アイイコールエネルギーというところを読,読んで、今回はこの現象としての人間はここで終わりにします。あの今回はね、第3回のヌスフィアって何っていうのは。でこのアイエネルギーがあのよく理解できるような段階になるまでちょっといろんな脱線をしてですね、で最後にオメガ点のところに行けたらいいなと、今のプランでは思っています。でそののエネルギーの、まあ まだ一部の部分でしかないですけども、一部を読んできますね。我々は普段は愛について感情的な面、すなわち我々のうちに生まれる喜びや苦悩といったものしか観察しない、しかし何と洗練された分析によって観察していることか。全く生物学的な現象として観察する場合、愛、すなわち存在と存在との親和力は、 人間だけに固有のものではない。これは全ての生物に共通する一般的特性であり、また多様,多様さにおいても程度においても、生物体によって順次取ら,取られてきた全ての形態に及ぶ。我々にごく近い哺乳類のは場合、愛とその多様な形態、性的情熱、不正本能、ないし、母性本能、 社会的連帯意識などが容易に認められる。生命の系統樹において哺乳類よりさらに遠方すなわち下方では類似点は明瞭ではなくなり知覚できないほどに弱まる。しかし本書の第一部で物質の内面に関して述べたことをここでもう一度繰り返して言わなければならない。 おそらく驚くばかり元気的な水準であろうが、すでにあ現れ始めた結,結合への内的傾向といったものが分子の中にも存在していなかったなら、愛がもっと高い水準において、我々の間で人間化された形をとって現れるということは、自然の法則からして不可能であろう。理論的に言えば、 我々のうちにこのような愛の現存を確認するには少なくとも芽生えたばかりの愛の形態を全ての存在のうちに仮定しなければならない。また事実我々の周りで意識が合流しながら進歩向上するのを観察すればどこにでもこのような愛の現存に事欠か,かない。プラトンはすでにそれを感じて。 彼のののの対話編の中にその不滅の表現を残している。もっと後期になると中世の哲学はニコラウス・クサヌスのような思想家たちによって専門的に見てプラトンと同じような考え方に戻った世界を完成させるために世界の構成分子たちは愛の力に駆られながら相互に求め合っている このような言い方はいかなる引用でもないし、また単なる指摘表現でもない。我々にとって大きな驚きであった物体の万有引力は、たとえそれが力であろうと、極律であろうと、自然を実際に動かしているものの裏面あるいは影に他ならない。宇宙エネルギーを本源において捉えるには、宇宙に内面というものがあるので、 精神的な牽引力が働いているその内部の領域すなわち同系エネルギーの領域にまで降りていかなければならない。現代における人間集団化の試みが理論の予測や我々の期待に反して意識の低下や意識の奴隷状態に帰着するほかないことを残念ながら認めて我々は苦しみ不安を抱いている。 しかし今日まで我々は人類の統一のためにどんな手段を講じてきたというのか物質面でのある状況を守ること新しい産業分野を開拓すること恵まれない社会階級や国々のためにもっと良い環境を作り出すことこれが我々相互の接近を図るために試みてきた唯一の そして、ごく平凡な活動分野である。動物社会と同じように我々も結合のための活動自体によって機械的なものになってしまうとしても別に驚くにあたらない学問の確立という最高度に知的な行為においてさえ少なくとも全く自然的で抽象的なものである限り 我々の魂の相互的な影響は斜めに間接的に作用するだけである。これはまだ表面だけの接触に過ぎない。従って霊俗をもう一つ増やすだけという危険がある。愛だけが存在をその本質において捉え結びつける。 この意味において愛だけが存在を存在として結合させながら完成させることができる。まあこれこの今あの愛の文章パッと読んでパッと理解できる人はそれでもう十分です。そしてえ理解したなと思っても多分スピリチュアルなことに興味のある人はああなるほどと思うと思うんだけどもその工事の人格に関していろいろするともっと なるほどねっていうことが出てくるんですね僕初めてこれ読んだときはピンと来ませんでしただいたい30年ほど前の話なんだけども30年間かけてやっとこれが腑に落ちてきましたそのに負の落ち方はニュアンスでなんとなくではなく僕もともと理系なんですけども明らかにこうだなっていう形にやっとなってきた で、それを、まあ、これから何回かに分けて、ぽつりぽつりとお話ししていこうと思っています。次いきますね。で、第4部の第3章ってところ、地球の最後っていうのが出てきます。もう惑星ですから、太陽も終わりが来ます。で、太陽の終わりが来れば地球も終わりが来ます。で、地球の最後に関して、まあ、ヌースフィアが極まってオメガポイントに行く前に、 終わらないといいととよよねねってことですよ、ね、でそのためにはどうしたらいいんだとそしてき,きちんと地球があのまあ何て言うんですか寿命を迎えるように、えー、やっていきましょうというまあそれを丁寧に書いてありますねで最後結びキリスト教という現象ということで、えー、書いてるんですけども その中に細かく信仰の軸をなすもの,の、存在価値、成長力とありますが、ティアールド・シャルダン、もともとこの本を書くきっかけというか、まあ、入り口は前にも言いましたけども、ティアールド・シャルダンが神父であり、科学者であった。そうすると、神父は、あの、カトリックは当時、神、あの、 進化を認めなかったわけですよね。進化の話はゃダメっていうふうに言われて。で、それでとっても苦しむんですけども、まあ、その話に関しても、まあ、おいおいできればいいなと思いますが、うん、まあ、何回も先になるでしょうね。もし興味のある方は、ぜひ、ティアールド・シャルダンの本を、ティアールド・シャルダンってたあの文庫が出てますので、 えっとこの <laughs> 文庫のタイトルとか出版したとかは、えー、っと YouTube のページの下の,あの説明が書ける欄がありますよねそこにいあの書いておきます。それを読むなりまたはそのティアルド・シャルダンの「全集」っていうのが出ていて「密接書房からかつて出てたんだけど今は絶版になってしまって古本でしか手に入りませんが。 十何巻かありますので本当に興味のある人はその十何巻全部読むといいと思います。もうよくここまで丁寧に書かくなってくれい書いてあります。でそれは何でそうせざるを得なかったかというとまあその時代にパトリックの神父という立場で生きていたティアー,ールド・シャルダンだから一方で科学者という立場を守りながら 神父の立場も思って何かをするっていうのは、それしかしようがなかったんでしょうね。社会の板挟みにあっても、諦めずにここまでやり遂げたっていう、ティアルド・シャルダンを僕は尊敬します。すごいなと。で、結びの後に予約があります。後書きとして、現象としての人間の本質と。で、もう一回、まあ違う角度から、うんと、本一冊を。 読み直してですね。んで、まあ、円ライトを得ると、悟りを得るというか、なるほどっていう感じになるんですけども、まあ、正直言って、30年前に読んだとき、このあたりは何を言ってんだかっていう状態でした、僕は。ですので、あの、この本読んでよくわかんないなっていう人たくさんいるかもしれないですけども、僕もそうだったので安心してください。 して何回か読むとだんだん理解ができますしさらにその1930年代の後半だから科学的な話でああこれ間違ってるなってとこも時々ありますだけどそれ差し引いて読んであげてくださいあの古い本は価値がないっていうのは全くの間違いでその当時の 情報でそこまで言えるのかっていうのがとても大切なことだと思います。今だって、例えば相対性理論素晴らしいと、最先端だと言ってるかもしれないけども、まあそこから何十年も経って、まあ物理的に多次元の話とかっていうのが現実に生まれてきますし、で、いつか その相対性理論もあの乗り越えられるんでしょ量子力学とどのようにして合体するのか僕にはまだ全然分かりませんけどもそれがまあいつかは成し遂げられるで成し遂げられた時に相対性理論って意味ないよねって言うのは簡単ですけども今の僕たちはそれが最高の知的 財産ですよねそしてそれをもとにいろんなことが考えられたこの現代それと同じようにこれからどんどん新しい理論ができたりものの見方ができたりするんでしょうけどもそれができるたびに思い出してほしいのは先人がいるからそれが理解できるということですよね僕たちは先人の方に乗せてもらって たくさんのことが理解できるようになってきました。だからまあ若い人は僕の言ってることなんだよそんなの全部わかってるよ」って人たくさんいるかもしれないけどもでもその人が「うんそんなもん十分わかってるよ」って言えるのはまあその昔の人たちがああでもないこうでもないってずっと言い続けてくれて それを教育してくれたからのおかげですよね。僕は若い頃にはそういうことよくわかんなかったです。今になってそうだなってしみじみ思う。ですので、あの、この本を読むのにも、当時のティアールド・シャルダンがどれだけ苦労しながらこれ書いたんだろうってことを感じて、そして、 今僕たちは僕たちなりの苦労があるでしょで。その苦労をぜひみんなで乗り越えていきましょう。で、今回はこれで終わりにしますけども、その工事の人格とか、または愛が凝縮するとか、うん、そこらの話をこれから丁寧に僕が理解し得た話でしかないですけども、 理解しした部分を次からどんどんんとお話していくつもりです。もう若い人はこれから僕が話す「なるほどね」はなんとなく雰囲気では分かってるんじゃないかなと思いますけどもそれを言語化するのに是非聞いて聞くということを通して手伝ってくださいそして聞くことを通して手伝うと同時にああここもっとこうしたらいいよってのがあったら是非教えてください これで今回の、えー、ヌースフィアって何を終わります現象としての人間の会を終わります。ではまた。さようなら。<music>